いずくくんもおちょこちゃんも大好きだけど、私可愛い。いやー、もう編集する前からわかる。絶対気持ち悪い。編集時の俺覚悟しとけよ、マジで。もう見てる方の引きつった顔が想像できちゃうもん。イマジン。はい、どうも皆さんこんにちは、ビスケスです。ってなわけで今回紹介していくフィギュアがこちら。でんってことでね、僕のヒーローアカデミア The Evil Villains Plus ヒミコトガということでね、まあヒロアカに登場するトガちゃんのねフィギュアになります。めっちゃ関係ないこと言うんだけどさ、あのザの後に母音が来るとさ、あの発音がさ Z になるじゃん。あれなんで発音しにくいからとかなんかな。 The Evil Villains The Evil Villains、あの、あんま変わんなくね。はい、まあそんなことはどうでもいいですね。はい、それではね、まずは外箱から確認していきましょう。はい、というわけでこちらになりますね。まずは前面がこう、そして側面がこう、背面がこうで、もう片方の側面がこう、そして上側、下側と。で、こちらのフィギュアなんですけども、めちゃめちゃ外箱さ、ちっちゃいよね。うん。最近紹介しているフィギュアの外箱がでかいってのもあるんですけど、やっぱ比べてみるとね、ほら、ね、かなりコンパクトというか、まあ、こっちがちょっとでかすぎるから、ちょっと企画対象変えるか。数週間前に紹介した緑谷いずくのね、フィギュアの外箱と比べてみるとこんな感じで。はい。やっぱ一回りね、ちっちゃいんだよね。うん。ということはフィギュア本体も結構小さかったりするんですかね。まだね、紹介はしてないんですけど、ブレイクタイムコレクションボリューム6のね、アスイ2のね、フィギュアの外箱と比べてみるとこうで、多分ね、これはね、サイズ一緒かな？はい。全く同じですね。プライズフィギュアのさ、外箱のサイズって、どうなんだろう？ある程度なんか、規格化されてんのかな？例えばこのデクとさ、メムチョってさ、サイズ一緒？あ、全く一緒だわ。じゃあフィギュアのサイズに合わせてなんか外箱選定してるみたいな感じなんですかね。うん、このフィギュアはこのサイズみたいな。よし、そしたらね、早速開封の方に移っていきましょうか。開封はもちろんショートで。はい、中身はこんな感じで、上半身、下半身、台座、そしてこれは右手首だね。右手首と、そして、なんて言えばいいんだ。支え。で、そういえば言ってなかったんだけど、あれだね、ヒロアカで初めてだね、女のキャラのフィギュア紹介するの。外箱が結構小さかったから、本体もね、それに比例してね、小さいのかなと思ったんですけど、意外とね、サイズね、普通だね。うん。いや、これは良かったわ。で、あとね、開封時に発見してしまったんですけど、これ下半身ね、見るとね、あの、ちょっとね、あの、まあまあまあ、詳しい紹介は、あの、はい、組み立てた後に、はい、していこうかなと思います。それでは、組み立てに移っていきましょう。はい、というわけでこちらが完成したフィギュアになります。ぐるっと見回してみると、はい、このような感じとなっておりますよと。いや、ちょっと待って、いや、可愛すぎない？いや、クオリティ高くね？うん、正直言うとね、自分このフィギュアね、撮った段階ではそんなね、あのクオリティ期待してなかったんですよ。うん、まあ、なぜかっていうと、あの、外箱が小さかったから。うん、だから結構ね、あの、フィギュアのサイズもね、小さくて、うん、なんかちょっとボリューム的にもね、うん、微妙なのかなと思ったんだけど、全然そんなことなかった。うん、全然サイズね、十分ですし、クオリティもマジで、もう、十分ですね。近づいて見てみると、こんな感じ。まずは顔から。はい。もうね、完璧ですね。もうコスチュームもね、はい、こう、わかるかな？こうね、注射？注射じゃないか、ちょっと、まあ、ちょっと注射とはちょっと違うけど、まあ、血吸うやつね、の部分の、この、わかる？トゲが生えてくる部分の穴？うん、もう再現されてるし、マスクもね、これ、クオリティ高いんですよね。で、なおかつ、表情もめちゃめちゃいい。そしてね、髪の毛なんかもね、こうね、はい、もう鼻咲いちゃってるね。めちゃめちゃね、トガちゃんらしいと言いますか、トガちゃんのね、髪型をね、はい、もう完璧に再現できているのではないでしょうか。
ちなみにこれマスクの下とかって造形されてるのかなと思ったけど、さすがにマスクの下までは見えないというか、多分ねもうがっちりくっついちゃってますね。で後ろから見てみるとこうで、はい、こうわかる、この髪の毛のさ、あの結ばれててさ、こう何、髪の毛のシワじゃないけどなんかね、うん、おー、非常にクオリティ高いんじゃないでしょうか。で続いてね、胴体見ていくんですけどね、胴体に関してももう完璧だね。うん、もうザ・トガちゃんの衣装って感じ、うん、でこうね、こう何、ちょっとねたゆんでる感じ、服が、うん、シワなんかもねこうしっかりと再現されておりますし、でこんな感じでね、手にはナイフでいいのか、これ包丁じゃないよな、ナイフだよね、はい、ナイフも握られてると、ナイフもねちゃんと刀身はね色分けされてて、はい、いい感じですね。でこうねリボンがねなびいてる感じなんかもねしっかり再現されていると、ボタンもね、はい、細かいな、本当に本当に細かいな。ところでこの箱って何入ってんだろう、あれかな、血液かな、確か違ったっけ、ちょっとうろ覚えだから全然覚えてねえや。で後ろ側はこうで、これ何、貯血タンク的な多分そうだよね、こっからね吸ったのがそのまま入っていくみたいな、まあ多分そんな感じだよね。すごいなこの管の感じね、もう自然な感じで再現されてますね本当に。で続いて下半身見ていくんですけどもね、あーもうね美脚だねこれはね、もうこれ何、替えのナイフかな、替えのナイフかなんかが刺さってますね。あ、こっちはもうフルで刺さってんだ。つまりあれか、ここ一本ないのは今ちょうど握ってるあれなんだね、これなんだね。あー、いやマジでさ、かわいい。で足先に関してもね、こうね、はい、靴の感じ靴の感じってなんだよ、革靴かなこれ、はい、ちょっとヒールがあって、はい、で靴下やなんかもね、はい、ちゃんと再現されていると。うわー、このね、この感じいいね、わかる人いるかな、ここの感じめっちゃよくね。再び引きで見てみるとこう、いやいい、これはもう素直にいい、いいわ、とってよかった。はい、でこっからねちょっと閲覧注意にはなるんですけども、うんー、ちょっとね、ちょっとフィギュア制作会社頑張っちゃったかなちょっとねこれはちょっと逆に見せた方がいい、うん、ちょっとフィギュア制作会社のあれを感じる努力を、うん、ちょっと見てくれ、ちょっとね、ちょっと見てくれ、ちょっとちょっと一回台座外すか。いやーね、ちょっとえしすぎるんだよね、ちょっとね、うん、ちょっとちゃんと色分けしてるっていうね、ここ、うん、わかるもうちゃんと色分けしてるあたり、もうフィギュア制作会社狙ってるだろこれ。この辺の視点とかやばいでしょ、アウトアウト、ほんまに。ちょっとここ穴開いてるのもちょっとあれだけど、ちょ、これはね、うん、あかん。だからこのフィギュア対象年齢15歳以上なんですかねそんなところ映すなよってね、思われる方もいるとは思いますけども、こういったね、目に映りにくいね、ところまでね、造形しているね、フィギュア制作会社のね、意思をね、私は尊重します。だってもうこれはもうね、もうフィギュア制作会社が狙ってるみたいなもんじゃないこれ。うん。もう包み隠さず見せろって。そういう意思を俺は感じ取ったよ。うん。なんかこれ以上映すとね、年齢制限つきそうな気がするんで、ちょっともうね、そろそろ戻してあげますか。よし、そしたらね、他のヒロアカのフィギュアとね、比較してみますか。数週間前に紹介した、映画に登場するね、ミドルエイズクのフィギュアと比べてみると、こんな感じ。ちょっとあれかな、縮尺がだいぶ違うような気がするかな。うん。ちょっとこれ違うな、比較対象間違ったな。いやーでも言うてね、同じ企画でね作られてるフィギュアがね、多分自分持ってないような気がするんですよね。トドロキショートとかと比べてみてもやっぱちっちゃいもんなんかお姉ちゃんと妹みたいになっちゃった。いや違う弟トドロキショートメスになっちゃった。お父さんはどう？お父さんは。はい。いやー、でもやっぱ。
ぱ規格違うね。トガちゃん結構でかいね、サイズ。うん。じゃあ、かっちゃんとかどう？かっちゃんとか縮尺結構一緒じゃない？どう？どう？でもやっぱかっちゃん、いやでももっと多分かっちゃんでかいよな。同じ縮尺にしたとすると。もしかしてこのトガちゃん意外とでかい？いや、でもこれワンチャン縮尺同じ説ありそう。ワンチャンね。なんかこう並べてみると普通になんか、なんか戦闘シーンっぽくない？なんか今にでもかっちゃんがね、あのトガちゃんの画面爆発させそうだけど。やっぱもうちょいフィギュア集めないとだね。ちょっと比較対象がね、自分が持ってるフィギュアの中ではちょっと少なすぎるね。と、まあ紹介する点は以上ですかね。はい、ってわけでね、今回は、戸賀卑弥呼のフィギュアを紹介させていただきました。いやー、もう個人的にはマジで、もう大満足の出来でしたね。ちょっと自分の予想をね、はるかに上回ってきた感じ。やっぱ外箱だけじゃわかんないですね。いや、これは撮ってよかった。最近になってね、割とね、ヒロアカのフィギュアね、撮ることが多くなったんですけど、いや、ヒロアカのフィギュアね、外れないね。マジでどれもクオリティが高い。もしね、この動画をね、見てくださってる方の中にね、トガちゃん推しの方がいましたら、ぜひね、このフィギュア撮ってみてはいかがでしょうか。マジでおすすめ。というわけでね、今回の動画は以上となります。他にもね、私過去に、まあ他のね、アニメのね、フィギュアのレビュー動画とかね、まあいくつか上げておりますのでね、もしよかったらそちらの方もぜひ見ていってください。チャンネル登録と高評価の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイビー。パンツ見せてもらってもよろしいでしょうか？